今日は2013年の2月25日ですね、朝日新聞15面、ロンダン辞表のところで明日を探るということところに、森達也さんというこれは映画監督なんですね、九条の国誇り高き痩せ我慢ということで、彼が書いてるのは、まあ、アメリカなんか、まあ正義を自分正義の国世界の警察官を偽装してるわけでも未だに、銃の悲惨な事件がずっと続いてるわけです、昨年、小学校で26人が殺害された時に全米ライフル協会が言ったのは銃を所持した悪人の行為を止められるのは銃を持った善人だけだ、まあ、この考え方が全くおかしいわけで止められてないわけですよね。先日も痛い、そうそう怪我してる、株主総会でね。そうだね。そうです。はい、はい、いってらっしゃい。おい、おい。結局武器を持っていれば、武器を持ったけしからんやつからの暴力を防げるかというと、そうではないということがこのアメリカの例を見る限りよくわかるわけです。おう、涼しいな、うん、今日ね、カラスがいっぱいいるね。あ、そう。普段はだから4時頃一生懸命飛ぶ鳥がさ、気温が低いからこの時間までいるんだね。ああ、なるほど。そうか、暑い時は飛んでねえのか、カラス。よく立ってたんだよ。ああ、そうか。暖かいからね。ああ、明日から4連休ね。はい、明日からネオフォトニクスは4連休ということで、明日の朝の門前はありませんということですね。それで、まあ、日本の憲法9条に話は行くわけですけれども、軍隊を持って、憲法を変えて戦争まで俺らも戦争できるぞというふうに宣言すれば自分たちの安全が守られるかというと、まあ、これまでの歴史を見る限りそんなことはできてないわけですよ。軍隊を持っていたから自分たちの国が平和で安全で守られたなんていうのはないわけで、自衛隊を軍隊にして誇りを取り戻そうという人がいるけども意味がわからない、まあ、彼が書いてるわけですね。この森達也さんが書いてるわけですよ。他国と同じで何が誇らしいのだろうと、不安と戦いながら世界に理念を示し続けたこの国に生まれたことを私は何よりも誇りに思う。自分たちは軍隊を持たないぞというふうに宣言して戦争を放棄していることで安全を守っていることにこそ誇りを持つべきだ、そう言ってるわけで、私はさらにですね、日本国憲法の全文とそしてこの9条を組み合わせて物事を考えていかなければいけない。全文には自分の国の利益だけ考えるんじゃなくて他の国のことも考えてお互いの信頼関係を築いていこうと書いてるわけですよ。だから単にアメリカから守ってもらってるから軍隊がいらないなんていう甘ったれた考えではなくて、今日本の、まあ、実質上軍隊である自衛隊に使っている金をですね、他の国の支援救済友好のために使って努力をして、それによって平和を守るんだという、そういうことをやっていかなきゃいけないわけですけど、そこに話が及んだのは私はあまり見たことがないですね。戦争放棄というだけではなくて、この日本国憲法の全文と憲法9条を絡めてこうやって自分たちは平和を守るんだ、自分たちの仲間、自分たちの困っている時に助けた人たちを攻撃する国はいないわけで、そういう観点で
外交というのをやっていかなければいけない。私はそういうふうに思います。国益国益と言うけれども、自分の国のエゴを通すのを国益と呼んではいけない。国益というのは長い目で見ていかにみんながハッピーであれるか、目先の利益、特に大企業の利益を分取るために、中国からあの島を取り返した、やれどこどこの資源は自分のもんだ、そういうふうにエゴイズムをむき出しにすることを国益などという言葉でごまかされてはいけない。本当の国益というのは末永くみんなが仲良くハッピーであれることなんですよ。その辺を忘れてはいけないというふうに思います。雨が降ってきましたけども、今日はもみじという歌ですね。秋の夕日に照り山もみじ、これもみんな知ってる歌で、解説には華やかで美しい秋の山の紅葉風景、文語調の詩がやや硬い感じですが、山の遠景を一幅の絵画に見立てた色彩豊かな風景描写が見事です。明治44年に教科書に載った歌です。秋の夕日照る山もみじ、恋も薄いも数ある中に、松を彩る楓やつたは山のふもと、そう思うよ。谷の流れに散りゆくもみじ、波に揺られて離れて寄って赤や黄色さまざまに、水の上にもおるにしき。ということで今日はこれぐらいにしておきます。